今日とある挑戦をしたくてとある方のお家にお邪魔しています。この方です。どうぞ。お邪魔します。わー、お邪魔します。ででん、しらすたのおしらさんです。おしらです。皆さんこんにちは。ボイストレーナーをしているおしらと申します。 YouTube のチャンネルをやってたりします。しらすたさんのチャンネルでもコラボさせていただいて、はい、そっちではまあ割とトークとかねをさせてもらったんですけど、今日は私からのお願いでボイトレをしてほしいっていうお願いをさせていただきます。高いよ。ですよ、ね、高いよ。うちでやるとボイトレお払いしたんです。札束できました。さっきあのね、心よく快諾していただきまして、はい、自分が正しいのかとかがわからないんですよね、はい、なので今日は専門家の方に今一度見てもらい、お前は10年間間違っていたと言われるならそれはそれで。ボコボコにしてやるぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ヤモリです。よろしくお願いします。いい声とかいい歌い方ってこういうのなんだなっていうのをしっかり持って帰って、いい音楽が作れるように僕も成長したいなと思ってきてますんで。はい、初コラボなんですね。そうです、ね、いや、そうなの。だから私のチャンネルでいつも見てくれてる人たちも、うんうん、ケちゃん。初コラボよかったね。コラボできるようになったね。しかも、しらすたさんいい人でよかったな。かねてからしらすたさんのね YouTube チャンネルすごい見させてもらってて、うん、私もいつかしらすたさんにレビューしてもらえるまでにならないとって心に決めて、その勢いで Twitter をフォローしまして、はい、そしたら待って、ドコンってフォローが、はえみたいな。恥ずかしいです。しかも3秒後ぐらいにメッセが来まして、さーってやったわ。おしらですと。見えました。実は大学一緒ですと、同級生でした、クラス一緒でしたみたいな。ちょっと覚えてひどくない？びっくりしますよね。本当に申し訳ない。嫌なやつじゃなかったです。いや、すごい。でもみんな知ってたから、例えば私はアカペラのサグラ入ってたから、竹渕圭はみんな知ってて、慶応、どっちも慶応なんですけど、慶応の大学なんですけど、学部も学科も一緒で、クラスも一緒で、奇跡でしょ。今日竹渕圭からプリントもらって、このスペイン語のプリントを言えとかって言って、ね、なんでしょ。じゃないけど、ほんとそう。やったりとか、圭ちゃんの YouTube をみんなでこう見て、そのモノマネしたりとか、その人から10年越しにツイッターフォローされる人の気持ちわかりますか？このさ、ツイッターファンとかって、なんか今日もなんかつまんねえタイムラインじゃなくて、ポーって、ポーってきて、その場でもうコラボしてください。ありがとうございます。という、そうそう、そんな流れでぜひコラボしてくださいっていうことでコラボさせてもらっています。では早速じゃん。はい、このクラスの方の歌を教えることってないので、皆さんにね、ケイちゃんの歌がどれだけ素敵なのかってことをね、さらにこう私が伝えられたらいいかな。まあ、もしダメだとかあったらボコボコに行くよ。じゃあ早速ボイトレ始めていきたいんですけど、そこはやっぱオリジナル曲を歌ってもらわんことには何が何だか分からないから、トーチ、トーチ、トーチにしましょうか。トーチをじゃあ聞いてもいいですか？はい。うわ、やば、贅沢。今日はじゃあ終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃうちゃうちゃう。ファッションコーディネートのファッションモンスターじゃなくて、なんかこう街中のファッション、チャイベースみたいな、チャイベースみたいな、うますぎ。それでやってほしいです。おかまに4文字しゃべらせてチャイベースとか、本当にすごい、すごすぎ。やったー。いや、でもちょっと甘口モードかもしれない。で、逆にこれ歌ってる時ちょっと何を考えてるのかとか聞きながら、最初のさ、あのアドリブのフレーズあるじゃないですか、あそこもう一回やってもらってもいいですか？
それ地声なんですか裏声なんですか。裏じゃないですね。裏じゃない。ファルセットではないかも。ファルセットで歌うとどうなんですか。はでいつも通り歌うとどうなんですか。はちょっと地声っぽくいくとどうなりますか。はい、100点です。すごすぎこれは裏声です。すごすぎ裏声で。でケイちゃんね、これめっちゃいろんな声持ってて、でこれさっきのが地声と裏声の中間ぐらいで歌ってるのが入るじゃないですか。でその後 A メロの最初のフレーズもらってもいいですか。小さな明かりでも、うん、これで地声に入っていくわけじゃないですか。燃え尽きはしない。そのさなーとさなーって声とさ声の違いっていうのはどう使い分けてるんですか。使い分けてはいます、ね、なんでそう何で、なんでだろう。そうさっきおっしゃった、はいはいはい、その何を歌いながら考えてるかみたいな話につながるんですけど、うんうん、割と映像が流れてて歌う時頭の中に雑耳みたいなね初耳だったの。それの映像に一番自分で心が動くような、うん声？ああ、情景型なんだ。多分流れかな。もうこの時点でケイちゃんは地声の柔らかい声、なららとなーって地声の強いところの声と地声と裏声の間のこのくらへんと、もうこれだけで開始何秒ですか？15秒くらい。3種類か。15秒。なるほど。3種類くらいをこう、そういうことか。お披露目してるっていう。そう。もう使い分けてるんですよ。でもすごい解説が白下さんが感動。これだよね。これ見てた。リアルタイムでされるのすごい嬉しい。超感動。あとさ、これさ、これミから始まってますよね。はい、女性で歌ってミ使ってる人いないですよ。よく気づいてくださった。本当ですか。本当。まずあと AI の AI さんとかって低いイメージあると思うんですけど、うんうん、あの人ですらストーリーとかソーとかですからね、一番下。へー。限られた。そうそうそう。それより 1,2,3 個低いです。でしかもそれが最初のその将棋ショットが解説者2人いる。そう でも今日嬉しい。誰作ったのこれ。メロはね、メロはそう1音目からその最低音って流れで出せるとかじゃなくて、うん、いきなりポツンとそこに置きに行けるかってめちゃくちゃ卓越した技術がいるなって思ってだからこそ、うん、じゃあやってみようって思ってこうそうした。ヒゲダンとか使わないですよ逆にも。あでも男性キーのゾーンですよね。そうえちなみに下ってどこまでいけるんですか。すげえ。ああ、もう無理かな。やばくないっすか。でもマライアとかと同じぐらいですよ。いや、まあ、マライアもやばいんですけど。マライアはもうあれマライアとならマライア。さっきうちのチャンネルで音楽界のヒカキンって絶対買うのに音楽界マジでカットしたマジでカットヒカキンさん本当に申し訳ございません。事務所の先輩さんだからね。もうねボーカルレンジって広けりゃその他の人が聞いたことのない音、うん、音楽を出せるっていう意味ではサーカス的な意味ではハッと思わせやすいっていう武器だから、うんまあ、それもより使っていけたらいいなと思って一応曲は作ってるっていう、うん、私聞いてる音楽はやっぱアクロバット大好き。うん、うん、スポーツですよね。そうスポーツ、どんだけ飛ばせるかどんだけ若くさせれるかみたいな、どんだけ細かく動けるかみたいな、うん、ケイちゃんの歌ってアクロバットなんですけど、うん、ただのサーカスじゃないわけよ。だからさっきみたいな情景がちゃんと後ろにあって、うん、で矢守さんの無茶ぶりを無茶ぶりを感じさせないんですよ。あ、そうかもしれないですね。あんまね、だから最初のこのミも、ねれれも、あの、ね、低いという感じないんですよ。あ、言われてみたらそうか。そう、見てれば低いんですけど、確かに。あ、ミ出してんだ、おかしいだろうと思って。ちょっとごめんなさい、じゃあもう一回、そしたら A メロからもう一回歌ってみてもらいますか。悔しさやずるさを全部地声になった、今、君。隠せない涙を燃やし続けるこの炎は炎はタン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 だと思うんですよ楽譜上は、うん、でもこれケイちゃんの動きちょっとおかしくて間に装飾音って言って、うん、炎はちょっとやってみてもらったりとか、うん、この炎はこれしかも1回目顎でやって2回目ここでやってるんですよ。ノーノーケイちゃんってここがめっちゃ柔らかいんですよ。触ってないですよ触ってもいい触ってないいい大丈夫ですよ。ちょっといっぱいバイキンついてる。ここの動きさ、ここの動き尋常じゃなくて柔らかくて、これね気持ち悪いんですよね。そうそう、ここが柔らかいのっていうのは歌手にとっても生命線なんですよ。うん、表現力とやっぱさ細かい 音の動きとかに直接かかってくるところなんで、これができるからケイちゃんはさっきの動きができるわけ。なるほど。硬いとできないです。それこそ、まあ、わざとらしくなる。はーい、ビメロまっすぐ精一杯走るほどに鋭い銃弾のような雨が心臓を貫くその度
び思い出すの重ねた足跡手のひらその声これ伝わってるか知らんです知らないですけど A めっちゃ声でかいんですよねバリバリくるそう。それにまず引いたっていうのとその語尾のやっぱ息吐くのとかっていうの皆さん聞こえてるかなナララッテテララッテ息吐いてるんですけどこれがめっちゃリズムを生み出してるんですよみんながワクワクするのはこういうところ多分聞けてるんですよちょっともう一回、うん、もうそこでやってみてもらっていいですか、うん、まっすぐ精一杯走るほどに鋭い銃弾のすごいしかも派手めにやってくれたバレたでさあのねここまではリズムを出すために声にずっと芯があるんですよでれれれって歌い方なんですけどちょっとヤモリさんのピアノがゆるっとしたタイミングぐらいから声が柔らかくなったんですね柔らかい声でリズム取れないんで、うん、こうリズム的にこうなんかみんなワクワクさせてくれた挙句あもうじゃあそのリズムパート終わりましたってなった瞬間にふーって柔らかくなって、さっきちょっと巻き戻すリプレイしてくださいでも確かに演奏によって変わるかも、うん、それがいいことなのかはちょっと分かんないんですけど責任重大だこれだから耳がいい当たり前なんですけどはってこっちが変わったらケイちゃんの歌も変わるし、うん、リズムの取り方も変わるし声も変わるし反射神経がいいってことですねそう言われて納得したのが僕も演奏変えるタイプなんですよ今日こういう感じならこうしようってその場でインスピレーションを受けてるからたまたまそれがこう揃ってるのはなんか、うん、実はあのいいことなのかもしれないって今聞いて思いました、うん、なかなかリスキーといえばリスキーいやすごいなというところでちょっとサビのじゃあ意味わからない音程の跳躍をじゃあ私はやめない立ち上がることを Torch the sky 照らすよ飛べるよ誓うよやばえ、ちょっと待ってこれさ どっからどこから飛んでるんですかミに一回いきなり落としてサビでミ使ってんのミファミドシラファシャープちょっとやってみたいそれうわ歌詞でやってみてもいいですかもちろんもちろんちょっとやばい楽しい1、やべ、2、3、4私はやめない立ち上がることは Touch the sky 飛べるよ誓うよすごいすごい男性の方がまだやりやすいですよミセスグリーンアップとか、キングヌーとかの曲って、このぐらいのアクロバットさは、まあ、ある曲もある、誰も歌えないけど、女性でこの飛び方ってないです。あんま聞いたことないです。ないないない。てか多分ない。ないないない。から作ってみた。ねえ。結局、なんかワクワクするな、の内側が、このなんかエグい飛び方。うん。まあ、ここら辺からここら辺まで行ってるわけなんで。っていうだから、まあ、ケイちゃんの歌っていうのは本当に耳の良さだったりとか声いろんな声を持ってたりとか細かい音程の動きがこの柔らかさだったりとかこの跳躍が可能な音感だったりとか当時に関してはもうヤモリさんが作っててっていうところでなんかこう全てのピースがこうなって竹内圭のこの感じになってるんですけどこれめっちゃ贅沢な時間でしたありがとうございましたありがとうございましたというわけで、うん、竹内圭はボイトレ卒業ですありがとうございます卒業しちゃったどういう人がボイトレに通ったらいいですかね、はいはい、あそれ嬉しいそんなにいいですね、うん、自分の悩みがちょっと分かってるとよくて、うん、発声をどうにかしたい高い声を出したい、うん、低い声を出したいいろんな声を出したいっていうのと上手に歌いたい歌い方の方の、うん、ボイストレーニングどっちもあって正直おしらさんのボイトレっていうのは歌い方のボイストレーニングなんですよ、うん、音程が取れないとか発声を練習したいのか、うん、まあ音程は取れるけどなんかちょっとダサいとかいう悩みなのかっていうのが分かったら、うん、その先生のとこ行ってこっちがやりたいですって言うとボイトレとかができる、うんあのシラスタのチャンネルで見てくと勉強に純粋になる、うん、ありがとうございますチャンネル登録は概要欄に貼っておいてます悩みがあって、うん、ライブになると力むんですよ、うん、後から自分の録音とか聞き直すと歌い回しとかなんか拳とかも無理してやろうとしてる時の感じ仮説としては2つあって、まあ、お客さんっていう情報が加わるとさっきの反応の話じゃないですけど、うん、音とイメージに新しいものが加わると、うん、ちょっといろいろ考えちゃうっていうような可能性が1つと、うん、ちょっと立ってみてもらっていいですかライブって何で歌いますかハンドハンドですここにいやそうなのあれ何なのマイクを持った瞬間、うん、
声質が変わっちゃうんですよ。いやそうかなと思って、やっぱそうなんだ、すごい。グースハウスの時って何も持たないで、うん、座って歌うんですよ、はいはいはい、あの時思い通りに歌う、はいはいはい、今とかもそうだし、うん、立ちながら、ただマイクを持った瞬間ライブですよね、だからちょっと歯車変わるんですよ。 A メロちょっともらってもいいですか。小さな明かりでも、じゃこれちょっと、小さな明かりでも、すごい違うんですよ。すごい肩内に入るんですよ、マイク持った時に、うん、でここの動きが一気に悪くなるんですよ、ね、だった。もうちょっと楽になるかもしれない。こういうことか。そうそう、ここも固定するんじゃなくて、ちゃんとあの正と胴というと胴にしときながら、うん、こっちで固定しないだけ気をつければ一個は解決しそうな気がする。それでちょっと A メロを見すぐ、なんか何これ面白い、嬉しいな、いいね、うん、小さな明かりでも、どんどん入ってくるかな、まだ燃え尽きはしない。あ、そこ、そう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 、窓を開けたこの炎、消すことはできない。え、ちょっと先生、もう違いました、姿勢が違うの分かった。すごい、確かに。でもなんか倍音がすごく変わった。今さ違いますよね、もう全然違った。なんかいいかどうかは別として、あ、そうそう、音楽なんで来てよかった。ライフチェンジングだよ、ライフチェンジング、ね、人生変わる。これね、僕思うんですけど、初級者ってなんか自分よりできる人のアドバイスを得やすい環境にあると思うんですよ。だけど上達してくると、自分と同じレベルでとか同じ言語で同じ感覚で話せる人がどんどん減ってくるから、今日みたいにそのプロの方のアドバイスをピンポイントでこうもらえるっていうのは本当ライフチェンジングだなと思って、嬉しい。なんかその、ありがたい、本当来てよかったって僕思います。本当によかった。これで発覚しなかったのに厄介なわけは、感覚の中としてあってもアウトプットにほぼ出てないんですよ、うん、だからもうなんか誰もアドバイスできないし、自分のその芸とか道とかを突き詰めてる人って多分こうやってプロの先生のアドバイスを請うことってだから大事なんだって、今すごく合点がいきました。嬉しい。何これ、いいチャンネル。しらすたチャンネル素晴らしい。素晴らしい。違う違う、今竹内系チャンネルね。すごい褒めてくれんじゃん。ありがとうございます。なんかちょっとでも力になれたかどうかわかりませんが。本当にありがとう。てかすごい時代だわ。うん、そうだ。すごいことだ。広い心だ。まっせ。スマブラの終わりみたいな。先生、今日は本当に人生が変わりました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。竹内くん、山里くん、これからも励みたまえ。違うか。これからも中身は違えど広い音楽というジャンルの中なので、どうぞ仲良くしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。しらすたのおしらさんでした。お邪魔しました。君を覚めてく一人の君も流れてく広い海が優しくて歌え。はい、というわけでおはようございます。しらすたです。イエイ。というわけで本日は竹内圭さんに、ちょっとしたエクササイズをお伝えしたいと思います。こっちが鼻と揃うんじゃなくて、こっちが鼻と揃うぐらい、第1だか第2だか分かりませんが、やってもらうと割といい肩の位置でマイク持って歌えるようになるといいなと思ってます。はい、以上です。ありがとうございました。チャンネル登録、SNS のフォローとよろしくお願いします。バイバイ、ケイちゃん。